ひやこです。今日伺いました。彦左衛門さんです。5回目のオープンマイク、頑張っていきます。はい。古いらしいですね。なんか道がない頃があったって聞いて。まだあるんですね。ありますあります。でもさすがに建物古いですもん。でこの間水漏れして、あの私が使ってるベース教室の部屋がなんかビタビタになっちゃって、別の部屋でこの間レッスンしたんですよ。今日ファンキアコ5回目のオープンマイク行ってきました。今日は愛知県一宮市にあります彦左衛門さんという、ライブバーですねにお邪魔しました。あの私到着したのが早くて一番で、あのもう最初からね、あの歌って歌ってって、あのいいよ歌ってって言われたんですけど、持ち歌1曲で、あのすぐ終わっちゃうんで、あの困ったなって思ったら、あのマスターさんが、もうね、何回でもいいよって、あのオネスティ何回歌ってもいいよって言ってくださって、で最初にもう立て続けにね 5,6 回歌ってしまったんですよ。でマスターさん自身が、私がバンドやってた頃80年代ですね、あのポップコーンに出られてた方で、ミュージシャンで、で現在も音楽やってみえてという方がね、あのマスターさんで、だからいろいろちょっとお話しさせていただいて、で最初の印象が、マスターさんの印象が、あの歯に衣を着せぬすごいストレートな方だな、あのなんていうんですか、言葉にね、あの嘘がないっていうか、額面通りの方なんだなっていう印象を受けたんですよ。だから今日はマスターさんに、私のオネスティ聞いていただいた時に、あ、いいんじゃないって言っていただいたのが、すごいね、お世辞じゃなくて、ある程度のところまでね、ちゃんとできてるんだっていう、なんか自信になって、すごく、今日、良かったです。今日本当にね、良かったんです。行って、一宮市、車でね、高速で、1時間弱かかったんですけど、ちょっとしたね、小旅行みたいな感じで、もう楽しいですね、最近。春日井市もこの間行ったし、今日は一宮市で。で、私以外に、男性の方2人、女性の方2人、からプロのね、ピアニストの方がね、1人見えて、皆さんの歌に合わせて即興でピアノを弾くというね、すごいピアニストさんが見えて、で、年代も、男性二人、ピアニストさん、私は、大体同世代で、なんかちょっと昭和の話で盛り上がったりして、なんかいいですね、同世代ってね。でね、その男性の方二人のうちの一人が、ケンスケさんっていう、ステージネームの方で、まさにね、桑田ケンスケみたいな歌い方、声、雰囲気、でその方もね、すごく言葉に嘘がない感じのタイプの方で、で、ストレートなんですよ。で、もう子供がそのまま大きくなったみたいな、思ったことそのままもう言っちゃうみたいな。
ですごくもう話すことも楽しくて声もでかくて、でちゃんと私のこともね、あの何人もいてもちゃんと私のことも見てくれて、で私はそういうふうにちゃんと扱ってもらえるとすごく安心するんですよ。でケイスケさんとの話はすごい楽しくて、でまあ私最初にね、あのオネスティ6回ぐらい歌っちゃってマスターしかいなくて、でもうリラックスした雰囲気だったんで、で徐々にお客さん来たんですけど、見えたんですけど、一番最後に他の方歌われてから一番最後にまた歌うことになって、その時はさすがにちょっとねドキドキしてきてちょっと緊張してたんですけど、で歌い出したらやっぱりちょっとね声が上ずってきて、あー来たと思ったんですけども、最近は深呼吸をね、深く息をすると、まあ、緊張すると息が浅くなるので、息をねあえて大きい息をする、深呼吸をする、深い息をすると脳がちょっと勘違いをして副交感神経を優位にしてリラックスしてくると聞いたんですよ。で逆に例えばねちょっと小走りで走ってしまってからその何かね喋るとか歌うとかした時はこう息が上がってるじゃないですか。で例えばその本当に気持ちは緊張してなくても息が上がってるだけで脳が勘違いをして、で今緊張してるんだっていうことを認識してしまってというふうに勘違いして、で実際に上がってきてしまうっていう話は聞いたんですね。だからその逆をやればいいと。だから今日は意識的に歌ってる最中でも息を吸うだけだとねどうしてもわーってなっちゃうんで、まあ、大きい息を吐いて吸うみたいなねことをやったらですね、割とね落ち着きました。で今日は落ち着いたっていうよの理由にもう一つあって、昨日からね緊張とかね上がる対策みたいなちょっと動画 YouTube 動画をいろいろ見てたんですよ。でその中の一つにこれ嘘だと思ってねやってみてください、ちょっと世界変わりますよみたいな話があって、それは何かっていうと自分の中に名前をつけて、要するに副交感神経じゃない潜在意識ですね、自分の中にある潜在意識に名前をつけて、で日頃からその潜在意識さんを名前で呼んで、で日頃から仲良くしてこう対話をして、日常的に対話をして、でいざという時にその仲の良い副交感神経に守ってもらう、副交感神経じゃない潜在意識に守ってもらう、いざとなったら。まあ、潜在意識っていうのは自分がこう人間として生きていくためにいかに危険でない安全な命をつなげるか、うまく言えてない、安全にこう危険がない状態で穏やかに過ごせるかっていうことだけを考えてくれてるんですよ、よかれと思って。だけども何か新しいことをするときにいやそれはやらない方がいいよって、そうする生活が変わってしまうとね命に危険があるかもしれないから新しいことやめようよ、今までのことを続けていようよって足を引っ張ってきちゃうわけですよ。それは良かれと思ってやってくれるんだけれども、それが緊張につながる、ね、日頃のシチュエーションじゃないような状況に置かれた時にすごくね心臓バクバクさせてしまって身を守ってくれる。でそれ困る時がやっぱりあるわけですよね、ステージに出たりとかね、人前に立ったりとかね。でだから日頃から潜在意識と仲良くしておいて、で味方につけるね、本当に自分がやりたいことはこれなんだよって、だから日頃からねあなたが守ってくれることはすごく感謝してる、ありがとうねって。でだけども自分はこれがやりたい、新しくこれがやりたい、だから自分の味方になってっていう風に伝えるんですよね。でそうした時にですね潜在意識が納得してくれたら、もうそれは本当に 100% の味方になってくれるんですよ。だからそれは日頃からね潜在意識に名前をつけて
自分の気持ちをね、こう話したりとか対話したりとかね、やっておくといいんだよって。で、私は昨日の夜からそれやり始めたんですよね。で、今日出かける時も、まあ、その名前なんですけど、私はベネッサってつけたんですよ。で、ベネッサとね、話をしながらね、今日一人で、こうやって運転して出かけて行った時も、なんか一人じゃないような気がしたんですよ。で、向こうのね、ライブ会場にね、ライブ会場というかライブ、カフェにね、行った時も、まあ皆さんのわからないところでね、心の中で、頭の中で、ベネッサとちょっと対話をして、今から、頑張るけどね、守ってねって、ちょっとなんかドキドキしてるけど、大丈夫だよって、危険なことはしないから大丈夫だよって、私を見守ってね、みたいなことをね、今日常に言ってたんですよね。そのせいもあってかな、ちょっと落ち着いた感じがしました。で、他の方からはね、ホネスティいいねって言ってもらえて、で、これからね、3曲、レパートリーがね、できたら、他の人とね、ライブができるよって、だから頑張って、やってよやってよっていうふうにも言われて、そのプロのピアニストの方に、なんかすごくね、すごい自信になりました、今日は。で、私の動画を見てくださっている、神戸にお住まいの、シンさんという方が、神戸のね、オープンマイクにぜひ来てくださいっていうふうに言ってくださって、すごい嬉しかったですね。ありがとうございます。で、頑張ってね、レパートリー。3曲。で、今、2曲目のね、曲をね、練習してます。曲名は、Saving All My Love For You, Whitney Houston。ホイットニー・ヒューストンのすべてをあなたにかな、放題は。ちょっとね、ピアノでね、練習し始めてまして、これは、ヤマハのボーカル教室の次の曲なんですよ。次のね、レパートリーで先生がピアノ弾き語りやりますかって言ってくださったので、ピアノ弾き語りでね、やりたいんですけど、で、キーはあえてね、原曲キーは A メジャーセブンなんですけど、私は F、だから、1だから1、2、3、4つキーを落としてあえて男性キーの高さで弾き語りをね、やるつもりで今練習し始めてて、で、今日もオネスティだけしかレパートリーがなかったんで、マスターしかいなかった時にちょっと練習させてもらったんですよね。でもやっぱりね、弾き語りを人に見せるレベルにまでするためには相当これ練習しないと、歌は歌でちゃんと歌えるようにしといて、ピアノはピアノで弾けるようにしといての弾き語りなんで、今日やった時やっぱりね、うちで練習してるよりもね、全然できなかったんですけども、これは本当にまたオネスティの時みたいに練習していって、で、実際に披露してみて、その、録画ね、録画の様子を見て、で、フィードバックしつつ、またもっとこういうとこパンチ効かした方がいいなとかね、ここ押さえた方がいいなって自分でフィードバックしていって、だんだん完成にね、近づけていくんですけど、そういう作業がね、また必要だなって、またそれはそれですごい面白い作業なんですよね、一曲をね完成させていくって。だからすごく今またやる気になっていて、で、他にもね、今日はそのケイスケさんがね、すごいビリージョイル好きだって言ってくれて、で、私がね歌ってる時に一緒に歌ってくれたり、最後にね、私オリジナルで、ふーって、ハミングみたいに入れてるんですけど、で、そこの時にね、うわー、すげえ、かっこええみたいにね、言ってくれて、すごいなんかすごい嬉しかったんですけども、で、めちゃめちゃかっこよかった、もう涙出そうだったみたいにね、言われて、すごい嬉しくて、すごい自信になったんですけども、で、その方も、ビリー・ジョエル大好きで、で、まあ年代的にね、なんていうんですか、その80年代、すごいいい時代ですよ、洋楽の。で、その時代のね、もうちょっと前の曲でも、その時代の前の曲でも、キャロル・キングとかね、本当に名曲いっぱいあるじゃないですか。そういうものをね、どん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 ね、弾き語りでやりたいって気持ちに今なってまして、だから結局ね、今回、もう出たくなくて発表会に、もう最初の頃は。出たくなくて、申し込んじゃいましたけども、もっと後悔して、ネットでね、発表会出たくないっていろいろ調べたりして、もうほんと出たくなくて。だけど、もう結果としては発表会のためにこの練習めちゃくちゃ頑張って、めちゃくちゃ真剣にやって、必死にやって、
ってもう本当にもう崖っぷちで、もうこんな人に見せていいんだろうかってめちゃくちゃ悩んで苦悩して落ち込んで、で、実際にオープンマイク出て行って、でもへこんでへこんでね。で、だけど、そのシンさんから、神戸のシンさんからは、オープンマイクって難しいんですよって、なぜかっていうと、初めての場所でね、いきなりね、初めての楽器で、初めてのピアノで、初めてのマイクセッティングで、初めての状況でやらなくちゃいけないんだから、それはとても難しいことなんですよって、だから、ね、アコさん、自分を褒めてあげてくださいと言われた時に、あ、そうなんだって、100% 自分の責任だけじゃない部分で、やりにくさとか、できなかったとかね、そういうことっていうのが、不可抗力的なものがあるんだなってことが分かっただけでもうすっごく安心したんですよ。肩の荷が下りた。で、それは私だけじゃなくて皆さんもそうなんだなって、その中の状況でやってんだなって、そういうことがもう分かったし、もう本当にね、すごい言葉いただいて、あんまりへこんでちゃいけないなって思ったんですよ。へこんでばかりじゃなくて、自分頑張ってるなって、ちゃんと前に進めてるなっていうことをね、自分でちゃんとね、自分に対してね、認めてあげたいっていう気持ちになったんですよね。本当にありがとうございました、シンさん。本当に感謝してます。で、それが、出演者さんからのね、あったかい拍手とか、よく本当によかったよって言ってもらう言葉とかね、本当にストレートにね、マスターの言葉とかね、本当に今日はすごいあったかくて、で、緊張っていうのはなぜ起こるかっていうことをね、昨日の夜もいろいろ動画で調べてた時に、ある方が言ってたのが、自分よりもね、等身大の自分よりもよく見せようとする。そういうことで、バレてしまわないか、この自分、この変な自分、この出来損ないの自分とかね、恥ずかしい自分、人に見せたくない。そういうものをね、見られないようにカバーしてる。カバーしてるけども、だからそれがバレちゃったらどうしよう。っていう気持ちが他の人から見られた時とか自分が何かする時にビクビクしてしまうっていうところはね、私すごく納得したんですよ。で、私はね、やっぱり親がね、すごく厳しかったんですね。特に母親がものすごく観察眼の鋭い人で、で、そういう母親に育てられて、私は同じように観察眼が鋭くっていう部分は今すごい役にも立ってるんですけど、やっぱり他の人から見て恥ずかしい風にしちゃダメっていう風に言われて、見栄を張るとかね、自分なんていうのかな、自分よりもよく見せる、もうそういうことがね、もうずっとずっとね、もう染み込んじゃってるんですよ。で、やっぱりね、人から見られてね、こういう風に見られたら嫌だなとか、こういう風に見られたらどうしようかとかね、そういうことばっかりをずっと考えてきたんですよ。で、その動画の方が言っていたのがね、もう自分は、こういう人間なんですよってことをね、どん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 自己開示していくといいですよって。で、私、割とね、この動画で、ストレートにね、割と、なんていうんですか、昔出してた動画よりは、切って貼って、みたいなね、動画よりは、今ストレートにこうやってずっと流しっぱなして、間違えたところも平気で出しちゃったりして、割とね、それに関してはね、自己開示できてきてると思うんですけど、まだまだ、やっぱり、人からこうジャッジされたくない。ジャッジされたらどうしようとか、ビクビクしてる部分があったんですよ。でも、いいんだってもう自分はね、こういう人間だってもう、私ね、すごいだらしないんですよ、実際。うちもね、結構散らかってんですよ。で、人が来るとね、めちゃくちゃ綺麗にして片付けてね、自分はちゃんとしてる人間なんですよって取り繕うような人間なんですよ。まあそういう人多いと思いますけどね。別に私だけじゃないと思うんですけど、だから、もうそういうこともね、どん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 ぶっちゃけていって、今日もね、人に見られる。でも、人っていうのは、私のことをね、あんま見てないし、興味ないんですよ、本当に。興味ない。私が間違えようが、上がろうが、もうへんてこりになろうが、その時は、ええか、ええか、大丈夫かって思うかもしれないんだけど、そんなことも、それが終わったらもう忘れてしまう。もうみんなそれぞれ自分のことで精一杯。自分のことだけに興味がある。で、だからね、私もそんなにね、間違えちゃったとかね、うまくできなかったとかね、もう、あんまりそうやって考えずに、どんどん、やっぱりやっていくことが大事だなっていうふうに、昨日もね、すごい動画いろいろ見て、で、いろんな方からのね、
こう知恵を拝借して、あ、そうなんだ、そうなんだって、もう本当にいろいろ勉強になって、で、今の自分にできることは、自分を等身大以上の見せる必要はないって。もう自分はいいと思ってくれる人だけと付き合えばいいし、人をね、なんていうんですかね、すごい気を使うんですよ。HSP は特になんですけど、人を不快にしちゃいけないんだって思ってるんですよ、常に。ですごく気配りもするんですけど、その分すごい疲れちゃうんですよ。だから一人の時間がいるし、一人の時間にエネルギー充填して、でないともう、多くの人と一緒にいるとものすごい気を使うから疲れてしまう。で、それはなぜかって言ったら、素の自分をね、出したら嫌われるとかね、素の自分を出すと、変な人って思われたくないみたいなね、気持ちがあって、どっかにね、根底にあって。で、私はそれをどん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 剥ぎ取っていくのが、これからの私の人生が、豊かになっていくっていう、唯一の方法だっていうふうに、やっと分かったんですよ、この55にして。で、これからはどんどん、そういうふうにね、ぶっちゃけていって、まだまだすぐにはできないこといっぱいありますけど、今日みたいに、今日のケイスケさんみたいに、本当にあの人は額面通りの人なんですよ。気を使わない。もうストレート。だけど、本当今日ね、ケイスケさん、1曲目、まあ、3曲歌ってからの、2回目にオリジナル歌って、で、それも本当桑田佳祐みたいだったんですけど、ブルースのかっこいい歌でね、なんていうんですか、すごいノリのいい曲で、ちょっとお笑い要素がある。で、次にね、もう自然にね、なんかね、自分、彼曰く、即興じゃなくてね、もう発作的に、レッド・イット・ビーを歌ってしまった。レッド・イット・ビーが本当良かったんですよ。もう、心こもってて、もう雰囲気が、もうリラックスして、聞いてる私たちも楽しくて、歌ってる本人がまず楽しくて。で、そういうなんか、飾らない心をもうオープン。ね、もうすごいいいなって思って今日も。で、私がその、今日の場所にいられたこと、本当に楽しく思ったし、嬉しかったし。で、私も、本当にどん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 ね、音楽というね、一つのね、共通点のものをね、シェアしながらね、みんなと心をね、通わせていきたいっていうふうに本当に今思うんですよ。あれだけ、もう友達なんか欲しくない。別に友達なんかいらない。一人で自分で家の中で好きなことやってればいい。ピアノ弾いて歌ってればいい。YouTube に動画上げてればいいって、すごい内向的にね、考えてた私がですね、今オープンマイクに出かけていって、初めての人と話をして、自分の歌聞いてもらって、みんなの歌聞いて、で、みんなの歌を聞くっていうことがもう本当にすごく勉強になるんですよね。みんなのね、歌のね、世界観とかね、もうすごく勉強になるんですよ。それで自分の世界広がっていくなっていう本当に実感があるんですよ。だから発表会出たくないって言ってたけども、結局出たくないけど発表会のために練習したことが今本当に役に立ってて、すごく本当に、ね、本当に発表会出るって決めてよかった。もうだから当日、例えばね、ちょっとね、やっぱり緊張してしまったとか、かもしれないけど、でも本当ここにまで来るまでに、ものすごく実りがあったので、もういいです。もうどんなになってもいいです。もう平気です。もう。はい、ということでですね、今日は本当に行ってよかった。今日のライブの模様をこの後、一応流しまして、ちょっと長い動画になってしまうんですけども、よかったら見ていってください。マンキアコはこれからも頑張ってレパートリー増やして、で、ライブをできるようにしたり、神戸のオープンマイク参加させていただいたり、もっとね、多くの人に歌を聴いてもらいたい。で、多くの人と仲良くなりたい。多くの人の歌を聴きたい。そういう場所に行きたいっていう気持ちで、これからも切磋琢磨、自分の練習にも励んで、またしばらくちょっとね、こもって練習して、で、また1ヶ月、2ヶ月後にね、オープンマイク回ったり、したいと思います。はい、今日もここまで見ていてくれてありがとうございます。あなたにとっても素敵な明日になりますように、ファンキアコを心からお祈りしています。Thank you, thank you for watching. Have a nice day. Bye. ありがとう。If you search for tenderness
ちょっと練習中のやつやってみてもいいですか？
をしました。ね、はい。ビリー・ジョエル好きなんです。ビリー・ジョエルは好きです。昔のね。そうですね。昔のあの良かったですね。あ、そうですね。ストレージ。最近はあんまりそういう最近のは聞いてないんですけど、ね。昔のストレンジャー良かったですね。良かったですね。はい。はい。なんか今聞いてもビリー・ジョエルすごいなと思いますね。ほんまにね。オリスなんて詩を読むと本当に、ね、取り上げますよ。泣けます、ね、すごくいい詩だよね。すごくいいですね、うん、本当にすごくいい詩です、はい、レパートリーがないんで何回もやればいいですよ。そうですか。じゃあやらせていただきます。Thank you.
You can have the love you need to make.
だいぶ練習が慣れてきました。いいですか、同じ曲なのに。いや、全然いいよ。すいません、ありがとうございます。いや、なんか完成だったんですよ。やらなくちゃダメだって。そうですよね、やらなくていい。はい、ですけど、なんかあのいいですね、女の人も。はい、ありがとうございます。
くピアノの。あ、そうです。あ、そうなんですね。ありがとうございます。あ、お願いします。ありがとうございます。